はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらとこちらですね。くるくるチョコレート工場と妖怪チョコレート買ったセットです。これ、ね、チョコレートを作り変えるキットですね。作り変えるっていう表現があってるかわかんないけど、まあ、普通の市販のですね、こういった板チョコあるでしょ、これを溶かして、ね、そうそう、こういうチョコレートを溶かして型に入れて、はい、で、まだ新しい型に作り直すというものでございますね。はい、はい、ちょっと前に買ってたんだけど、まもなくバレンタインデーも近いということでデビューしてみようかなと思いますね、はい、男の我々がこれを作るというのもなんか変だけどね。そうだねまあいいでしょう、はい、はい、では開けていきましょう。はい、バコリ、お、型ですね。型、あ、こっちの型がいっぱいある。おお、はい、こちらがくるくるチョコレート本体ですね。はい、ここにレバーがあって、これを回すとですね、うん、真ん中のリングが回転して、うん、この横と上方向両方回転するんだよね。はい、これでまんべんなくチョコレートが混ざると、はい、この部分にこういうチョコレート型をセットして、でチョコレートの中にいてくるくる回すわけだね。はい、それでまんべんなく回るわけだ。はい、はい、ちなみにこのくるくるチョコレート工場にはうさぎさんの型と、貝、はい、あとハートマークと四つ葉のクローバーマーク、はい、クマさんとチョコエッグの形があるね、うん、これはあんま見たくないね。そうだねで、妖怪ウォッチチョコレート型セットの方は、うん、ウィスパーとブシニャン、ブシニャン、ジバニャンとコマさん、はい、の以上の4種類が入ってましたね。はい、はい、あとこのチョコレートを溶かすためのカップとかき混ぜ棒がついてましたね。はい、これこうかき混ぜるわけだ。で、今回我々はどうしますか。こっちの妖怪ウォッチの方を作ろうか。はい、で、チョコレートが余ったら、はい、何かこちら側の可愛いやつを使っていきましょうかね。はい、はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、はい、それではですね、まずチョコレートを開けますね。はい、10切れ、はい、10切れをこの中に入れてください。それですね、はい、じゃあこれをですね、電子レンジで温めて溶かします。はい、溶かすやり方なんだけど、はい、500から60ワットで、30秒加熱して、かき混ぜ棒で1回かき混ぜるんだって、うん、さらに10秒加熱して、よくもう1回かき混ぜて、はい、さらにもう1回10秒加熱するんだって、うん、そうするとね、もう かなりトロトロになるみたいなの、それを型に流し込むみたいなね、はいはい、じゃあそれぞれちょっとやっていきましょう。はい、はい、では今ですね、電子レンジで30秒温めて、はい、かき混ぜて、はい、10秒温めてかき混ぜてってやりました。はい、はい、流し込んでください。はい、来た来た来た、全部ね、残さないでよ、はい、入れてね、こぼさないよ、そして、はい、はい、じゃあ大体流し終わりました。はい、そしたらブシニャンの蓋を閉めますね。はい、ここかっちり閉めないといけないよ。はい、この機械にセットします。はい、このようにね、はい、はい、ロックしました。そしたらやしんくん、ここをくるくる回してまんべんなく混ぜてください。はい、はい、あー、もう固まっちゃったんじゃないのこれ。結構早いね。あ、ほらほら、来た来た来た、ちょっと埋まってきた。あ、ここら辺でトントントンだよ。あ、そっかそっかそっか、ね、あ、埋まったあ、埋まった。もう一回やる。うん、オッケーオッケー、もういいでしょ。はい、はい、そしたらこれをですね、冷蔵庫に入れます。はい、ホワイトチョコレートとか、はい、他のチョコレートも同じ手順でどんどん作っていきましょうね。はい、はい、じゃあこの次は多分完成した画面になってると思います。はい、はい、はい、ということで、はい、はい、くるくる回してね、2時間冷蔵庫に入れて冷やしました。はい、で、もうすっかり固まりましたね。はい、じゃあこれを一つずつ取ってって、周りのちょっと余計なチョコレートを取りましょうかね。はい、はい、あ、お、綺麗にいってるよ。取れた。あらー、剥がれちゃった。壊れました。あー、残念。じゃあちょっととりあえずここ置いといてもらえますか。はい、ジバニャン、お、今度は綺麗に取れそう。あ、取れた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 。はい、まずこちらがウィスパー。はい、はい、ウィスパーいい感じだね。はい、後ろに尻尾もちゃんとありますね。尻尾っていうのかな、これ。はい、次にこちらがコマさんですね。はい、後ろからこんな風になってます。はい、かわいいね。うん、こちらがジバニャンですね。はい、ジバニャンもワイドよくできてるかな。はい、後ろちゃんと尻尾2本あるね。うん、そしてこれが失敗しちゃったね。ブシニャン、ブシニャン顔かけちゃいました。はい、残念だった。残念。それで余ったチョコレートで、このハートのラブっていうね、チョコレートを作りました。はい、これはですね、ママにプレゼントしましょうかね。
はい、では、この出来上がったチョコレートを一つずつ食べていきましょうか。はい、えちゃんどれにする？ジバニャン。ジバニャン取るんか。じゃあパパはこのブシニャン、かけたブシニャン食べるよ。ハートのチョコレート、このピンクのラッピングホイルで包みましょうかね。こうやってね、これ結構ね、ぎゅうぎゅうに包むといいらしいよ、うん、本当のお店で売ってるみたいな感じでね。どうした？硬い？うん、硬いか。こんな感じでできました、ハート、うん、いいんじゃないこれ。うん、パパもいただきます。はい。おえ、こんなに硬くて取れないの？うん、バグって噛み切っちゃったよ。はあ、硬いんだ、うん、じゃあそこにチョコレートが集まっちゃったんだね、うん、じゃあ今度ホワイトチョコレート食べてみるけど、どっちがいい？ウィスパー、クマさん。姉ちゃんもウィスパーかな。ウィスパー、じゃあパパ、クマさんいただきます。うん、ほんと、うん、すごい、こんなにいっぱい詰まってた、うん、クマさんの半分以上チョコレートだ。うん、はい、ということで今回はくるくるチョコレート工場と妖怪チョコレート型セットでした。はい、ということで、バレンタインも近いということで、勝手にずっとこっちに置いてあったこのセットついにやってみましたね、うん、はい。なかなかでもちゃんとできたね、うん、思った以上によくできたので良かったですね。うん、すっげー溶けてるすごいチョコレートだらけなんだけど、ね、見えてるひどいもんだよ、ひどいもんだよこれ。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、うん、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook、ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。何ついちゃっちょべちょまずいや。ええ。